皆さんこんにちは。セブンイレブンでチャージ完了。ここは片倉駅、周りには何にもない田舎ということで、これから上野原に向かいます。ここよりも田舎に向かいます。では出発。ここから京王線見えるんだ。一応乗り換え駅だからね。ということで高尾駅着きました。38分発の甲府駅に乗ります。留置線に211系が止まってる。6両固定編成のボックスシート付き、旅行にはもってこいの車両。これからあの山の向こうに行きます。高尾駅は開業から120周年なんですね。電車が来たので乗りました。ボックスシート付きでした。高尾駅出発。相模湖駅に着きました。中央本線はトンネルが多いのでカットしてます。反対側に高尾駅の電車が対比線に来ました。景色が綺麗。上野原駅から山梨県に入ってます。上野原駅に着きました。山梨県に上陸。この自然最高。乗ってきた電車。電車を見送ります。やっぱり211系は何度見ても最高。特に長野色。上野原。上りの電車が来るので待っていたら。連結している。これ3000番台じゃないか。そう何を隠そう。211系。長野色の中でも一番好きな3000番台。3000番台は3両編成で飯田線でも走るから好き。改札から出ます。改札コンコースからエレベーターでロータリーへ。最近新しくなった駅舎なのかな。上野原といえばこの有名な撮影地。これフェンス高すぎて撮れないぞ。ここをカシオペアクルーズとか、ハイキューとか通過するんだな。さっきこの一山マートでジュースを買いました。ペイペイ、使えるから買ったけど、これからとある場所に行くんだよな。てかここ私有地なの。ここも有名な撮影地だよね。E353系が向かってきてる。ていうか、そこ行ってみたい。ていうか、どうやって行くの？釣り姿のおじさんが歩いてくのエモい。貨物列車が、また通過していった。あゆ釣りしている人たちがいっぱい。っていうか、対岸のここに行きたいんだけど、ここにたどり着くまでめっちゃ歩く。というかどこから歩くのこれ。あ、行くのやめよう。駅の反対側に来ました。すごい景色で、いろいろあって歩いてきたら中央道が見えました。たまに走ってるけどすぐ過ぎ去るから向かんないよね。で、上の方まで歩いてきて、上野原宿からスタート。これから旧甲州街道を歩きます。次の目的地は鶴川宿に着きました。ヒータースーラーアールー空港と、か、かも。うわ、こっち見た。こっちに来る。中央道とさっきまでいた街が見える。旧甲州街道はこの道を左側に向かう。さっきまであの向こうにいたんだよな。いろいろカットしたけど道のり長かった。大久野ぎっちりずかあとに到着。少し歩いてきて T 字路を左に向かうと目的の場所が見えてきました。その前にここの野菜販売所気になる。でも欲しいものがない。トマトとかあれば買って食べたかった。この道といい、景色といい、長野を思い出すぜ。そう、
今回山梨県ギリギリの上野原に来たのには、長野に浸ることでもある。来ました。ハッピードリンクショップ。甲信地域で設置されている自販機ショップ。このなたでここ白ぶどうも懐かしい。山梨と長野にしかないので、ぜひ来たかった。というか、ぜひ山梨長野に来たら探してみてください。そして、旧甲州街道に戻って、再び歩く、この木。樹齢600年なんだってすごい。お、談合坂サービスエリアまで1キロだ。中央道を走るとき、よく休憩するサービスエリア。ついに来ました。日本橋から20番目の宿場、ここを右に行くらしいです。よく見ると、談合坂サービスエリアの入り口が見える。もう少しだ。橋を歩いていたら、廃道。元高速道路だったのかな。近くまで行けそうなので行ってみます。草が生い茂っている。画面左側の道路は走れる。いや、山しかないな。山梨県なのに、ハンググライダーやってる。気持ちよさそう。ということで、野田尻宿到着。この郵便局すごいな。旧甲州街道は、まっすぐの道なんだけど、時間の都合上左の道に行きます。右に行きたかったな。また廃道があった。ということで着きました。談合坂サービスエリア。いつもは車で来るのに、今回は歩いてきました。サービスエリアの近くにある、バス停、本数少なすぎ。道路の真ん中歩いちゃってます。なんてね。さっきの廃道、ここで休憩。サービスエリアで買ってきました。山梨と言ったら、桔梗信玄餅。うまそう。風呂敷にお餅を出して、黒蜜をかける。そしてもみもみして、完成。歩いてきたから甘いものが疲れを癒してくれる。休憩してた後ろに、学校があった。統廃合で廃校になった学校らしい。なんか、夜になったら、あの辺の窓から誰かがこっちを見てくるかも。ということで、こっちの道に進んで、塩津駅に行きます。この道行けるのかな?でも怖いからやめておく。この道をずっと歩いてきました。そしてこれからこの道をひたすら行きます。またバス停あったから、時刻表見てみたら、少ないな。歩いてきたら、茶水池あった。景色きれい。めっちゃ山道。山しかない。これからここ歩くのかな?で、地図見ていたら、これからこの道を歩くそうです。下手したら死ぬぞこれ。で、登ってきました。向こうは山なのに、いきなり住宅街。この周辺、山だらけなのにここだけ、住宅街。で、スーパーがある後ろが、コモアブリッジがあります。駅から住宅街までの移動手段。これがコモアブリッジの模型。で、こっちが塩津駅。あのエスカレーターが、駅からこの山頂までつながっている。でもよく見たらこれ登りしかないぞ。安心してください。エレベーターがあります。エレベーターの横に、古そうなテレビがある。エレベーターというよりケーブルカー、Y イコール 2X の軸に動くみたい。で、下に着きました。他の人がいたので、動画は撮れませんでした。なので行ってみて体験してください。これが、塩津駅舎です。では、塩津駅から帰ります。大好き211系、長野食。たまには現実から離れて、旅するのもいいよね。高尾駅到着。乗ってきた車両。やっぱ長野食はかっこいい。では今日の動画はここまで。バイバイ。